来たな、春日一番。あんたは俺を知ってる。でもこっちはほとんどあんたを知らねえ。えらく不公平な気がすんだけど。意外と細かいことを気にするんだな。細けえことはねえよ。普通気になんだろ。じゃあ聞く。俺が誰だか知るのと、青木亮が次に何をするか、奴の次の一手が何かって情報、どっちを知りたいんだ。そりゃここに来た目的ってのは一つだよ。分かりゃいい。だが俺からも条件がある。なんだと？お前とお前の仲間たちがその情報を渡すに値する相手かどうか確かめさせてもらいて。あいにく俺は拳で人を見るタイプなんでな。そういうのいつもは嫌いじゃねえんだけどよ。やめとかねえか。情報だけ教えてもらえねえか。なぜだ。ここんとこ俺の周りで大事な人間が立て続けに死んでよ。どうやら気が立ってんだ。今の俺は手加減する自信がねえ。あんたやりかねねえよ。ふん、そりゃちょうどいいな。んだと？ふざけやがって！吐いた唾！飲むんじゃねえぞ！お前の欲しがっている宝はこの奥にある。宝の番人は俺だ。手にしたきゃ。その番人を倒して前に進め。やってやるよ！死ぬ気で来い！何の意味だ。ほらやるぜ。は
な。とっておきだ、命を大事に。これでサンキュー。サンキュー。やるか。次はなんだ。活躍しよう。勝てると思ってるよ。まったく本気でやって。あんた、私に勝てるとでも。なめんなよ。私の番です。よし、かかってきなさい。次は何だ。よし、ありがとうございます。勝てるとは。鍋に行きましょう。セーレア。セーレア。うわ。うわ。鍋に行こうか。やめんなよ。叩きのめ。はい。始末します。これで終わりです。痛い目に合わせますよ。見せてやるよ。私が相手です。見てなさい。ラーメンだ。鍋に行きましょう。
番。邪魔だよ。死ねえ。よし、行くぞ。ド派手にぶちかませ。勝てると思ってるよ。
これでダメだ。どうしますかね。よし頑張ります。私が相手で決め、行くぞ。私の番ですね。悪くなかったぜ。
カスが一番なにテレテテテテテ一番ちょっとねえあれドラゴンはドラゴン何言ってんだよお前知った頭冷えたか頭冷えたかってええきっちり冷えたよならいいマジかよそれだけのために喧嘩ふっかけてきたのかお前は頭に血のぼってまっすぐ突き進むだけになってた敵に勝ちたいんなら考えろ向こうの気持ちになって次にどんな手を打ってくるかどんな手を打たれたら相手が一番嫌なのか考えて動けそれがお前自身のためにも仲間のためにもなるぜ青木亮がこれから何をする気かはっきり見せてやる